ここはなんでだ。残月のおっさん、本当だったのか。その通り。ようやく理解したようだな。なのになんでてめえが。死神の心に入ることなど何の造作もない。てめえの持ち主は何を考えてやがる。私が切った。私はお前という死神。何がお前の姿をあのように変えるのだ。てめえみたいな奴に話す理由はねえ。無駄に抗うのはやめて私の問いに答えるのだ。嫌だと言ったら。本能を開け、深き暗い部分。おっさん、目覚めたか。解き放つのだ。体が動かねえ。お前の内なるお前自身を。来たか。よう、俺を呼んだか。どうなってんだこれは。死神の内なる世界。お前は一体何者だ。俺はそいつの本当の姿。お前がな。で、黒崎一護が見せた。あれはフォローと同じものだった。てめえは一体何者なんだ。残白刀村正、私の声。彼らの本能そのだから。残月のおっさんもルキアの袖の白雪も。黒崎一護の本能であるものならば、その内なる本能。終わったか。一筋縄ではいかぬようだ。やるじゃねえか。貴様の本当の力というものがある。さっさと私に見せて。面白い。こいつは何勝手なことしてやがんだ。このスピード、久々に制限なく力を出せてる感じだ。出てこいよ、残白刀。驚きだな、やはりホロー。そうだと言ったら。実に興味深いものだな。なんでおめえはそんなにもイチゴに俺たちに興味を持つ。いずれわかる。俺がこの体を支配する。それが俺の本能だ。ならばやむを得ん。へっ。そんなもんかよ。俺を捕らえられると思うな。なんだ、体が。どうした、それだけか。俺の時と同じ。なんだあれは。私が必要とする力ではない。好きにやらせるわけにはいかねえぜ。私の術から逃れるとは。おめえが俺を守るか。俺は俺だ。そしておめえもその一部。相変わらず綺麗事と言いやがる。不思議な光景だな、ホローの力を守るとは。すでに俺の一部だ。死神とホローの関係とは到底思えん。人間だ。この私を自らの意志で弾き出すというのか。